およそ40頭の母馬がいるニーカップ町の村上金谷牧場でも、先月から競走馬の出産がピークを迎えています。牧場では今朝も2頭が生まれていて、今日までに合わせて27頭が誕生しました。生まれたばかりの子馬は体重がおよそ50キロですが、1ヶ月で2、30キロ増えるということです。出産は5月まで続き、子馬は元気に走り回っています。 牧場で新型コロナの影響はないということですが5月に予定されている競りは参加者を限定するかインターネットで行うか対応が検討されています。